1956年に油布施の神にまつわる収容堂、現在の収容者が購入され、その翌年から祭礼が行われました。その後、笛や太鼓に合わせたマンドが登場し、昭和の初期頃からはマンド祭りと称され、現在まで引き継がれています。マンドは竹と和紙で作られた調子人形を色鮮やかに彩色したもので、多くは歌舞伎絵や武者をかたどっております。大きなものは高さ約5メートル、幅約3メートル、重さは約60キロにもなり、これを和歌集が一人ずつ交代で担ぎ、笛や太鼓のお囃子に合わせて舞い踊ります。
馬と言われるように馬を主役に持ってきました。今にも動き出しそうな躍動感、迫力あふれるバンドをご覧ください。それではここで刈谷市観光協会杉浦義郎会長様よりご挨拶をいたします。